ピックアップなど仕事はしない。腹から俺は期待などしていないからな。フェスはこの原理が通用しないのか。ここで花火演出。まだ俺は最後を引いていねえぜ。ちょっと待って。すまねえ遠藤さん、こいつの金は必ず返す。つけて2倍、いや違う、3倍で返す。なんとか一命を取り留めた。すまねえ遠藤さん。おい黒服、とっとと追ってけ。遠藤さん、随分と太っ腹じゃねえか。2500のラブガスサーが回復した。もうここまで借りを作っちまったからには確実にこの小泉花代を引かなくちゃならねえ。こいつでも叶わなけりゃもう俺は命を張るしかねえ。地下駅どころか借金まみれ。チャンスは巡り巡って回ってくる。引くしかねえんだ。引かなきゃ誰かの養分。早速引いていくぞ。行くしかないんだ。自分を信じるしかない。とりあえずこの二次演出、少なくともフェスゲー、いや俺は小泉花代を引いてみせる。今までだってそうだった。そうしてきた。俺には弾ける。最後に一枚ここにかけるしかないぞ。つけ、まだ時間はある。大丈夫だ、まだ焦る時間じゃない。一旦呼吸を整えろ。よし来い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 、まだかまだか、この次か、来い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 、まだかまだこの次か、来い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 。そうか、お前か。大丈夫だ、いいだろう。待ってください遠藤さん、まだ待ってくれ。今まだこれからだ、これからまだ始まったばかり。大丈夫、4号組のお前らもだ。まだ待て、今からだ。まだ焦る時間じゃない。まだここまでは考え尽くされている。なんだ今演出がめちゃくちゃ、このハウザー押しちゃったかな。今なんかすごい、そうそう押しちゃったよ。いや待て、昇格、とりあえず気持ちを落ち着かせろ。どんどんと俺の酸素はなくなっていってる。またこれ手と足と顔面がしびれてくる、こういうやつだ。さすがスクスタフェスだ。生半可じゃ引けねえってことか。落ち着け、一旦冷静になって考えろ。まだ手持ちの石はある。この限られた個数で引かなくちゃならない。考えろ、考えた先に道筋を作れ。そうさ、引かなきゃ誰かの養分。こいつは何回も言ってきたことだが、そうさ、ピックアップに期待するな。一つ一つ丁寧にな。そう、落ち着いて冷静にな。一発目から来るぞ。油断するな、もう来るぞ。来い、払えよ。
花よ。そうだ、俺は確かに花よを呼んだ。俺は確かに花よを呼んださ。そうさ、全然ディスアドバンテージなんない。そうさ、そもそも求めていた小泉花よを俺は求めていた。だが違う、そうじゃなかった。そうじゃなかった、そっちじゃなかった。こいつは今回の彼方だな。よし、いいさ、ピックアップは徐々に来ている。このダイヤちゃんはよく見かけるな。落ち着いて引いていけ。来たよ、すぐ。だが昇格の可能性は捨てるんじゃない。小泉花よ、確かにお前は来てくれた。そう、逆に考えろ。これはポジティブシンキング、これはいい傾向、前向き。そう、俺は道筋を開いた。あと2回だ。この道筋の通りに歩いていくだけ。迷ったら望み、仮に死の底に引きずり落とされようとも、俺は最後まで諦めない。諦めなかったからこそ繋いだ道筋、俺は引いていく。最後まで諦めずに引いていく。こんな辛い演出関係ない。俺は昇格を望んでいる。そうさ、諦めない限り二次演出は必ず来てくれる。そう、俺は諦めない。最後まで諦めない。よし、そうさ、望んでいる限り俺の推しは来る。俺の推しは答えてくれる。このまま信じるしかない。信じた道を進むしかない。まだ終わっちゃいない。たとえどんな不吹雪、不幸ごとに見舞われようとも、俺は最後まで決して諦めない。俺は行く。こいつが最後の勝負だ。来い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 、お前は必ず来てくれるだろう。来い。まだだよな、まだだよな。だよな。来てくれるに決まってる。お前は来てくれる。絶対に来てくれるぞ。最後まで信じろ。信じろ。諦めるな。待ってくれ。まだだよ。まだだ。ああ、くそ。どうしてだよ。おいだ。貴様さん、かつての俺を任せておいて。なんだその様は。それがあんた、どうしてこんなところに。殿、貴様はそれぐらいしか引くことができないんだろう。だったら引け。当ててみせろ、その小泉花よ。恩に切るぜ、頼む。3回は引ける。そうか、俺はまだ諦めるなってことが。遠藤さん、そして利根川、
俺は最後まで諦めねえ。引いてみせるよ。今回引くしかねえってことだろう。そうさ、俺はまだ諦めちゃいねえ。引いてやる。必ずフェスへ払いを引いてやる。さあ来い、頼む。すごく、かわいい、びっくり。そっちが、だが確かこの金はフェスが、いい流れは来ているのかもしれない。いや、諦めるな、大丈夫だ。可能性はゼロじゃない。うんぷてんぷ、うんぷてんぷだが、今は託されたこの状況を信じて待ち続けるしかない。フェス券が来ることは確認した。トネガーからの思い無駄にすることはできねえ。俺はいつでも引かなくちゃなんねえんだよ。こびてもいい。だが今はかけさせてくれ。このひとときの悲しみ、真っ白て、それは望んでねえぞ。おい、真っ白はさすがにないわ。それはないわ。くそ、これがフェスなのかよ、つくさ。なんてやつだ、くそ。なんてやつなんだ。そんなことってあるのかよ、クソクソクソ。回れよ、回ってくれ、頼む。そんな結果俺は望んじゃいねえ。クソ、本当にこれが最後。冗談じゃねえ、冗談じゃねえんだ。いや、諦めるな。前向きにならなきゃ UR は止まねえ。行くしかねえ。相手を笑っても最後なんだ。行くぞ。頼む。もう何も言うことはねえ。頼む、行け。本当に、そんな、俺は負けちまうのかよ。こんなところで、こんなところで、終わっちまうのかよ。最後なのか？
唯一の希望。クロック、こいつをスターに変えることは可能か。よし、ただの100円玉だが査定してくれ。よし、今する、今すぐ配電しろ。500、ちょうど1回回せる。ということはこいつが本当に最後、泣いても笑ってもっていうことだよな。上等じゃねえか。今まで散々な目に遭ってきたが、どんな時であろうとも困難に乗り越えてきた。いずれも抗ったからだ。抗って抗って、じゃあ俺は自らの命と引き換えに行ってくる。頼む、最後まで見ていてくれ。彼が再びこの地上に帰ってくることはないかもしれない。だがきっとそれを望んでいるのは本人自身ではない、これを見ている視聴者なのだから。そんな彼に敬意を表し黙祷。